宮崎に来ております。宮崎空港でございます。ちょっと風強めですけれどもね。あ、来た来た。はい、おはようございます。よろしくお願いしますね。まあ今日は、はい、決勝前の、はい、練習ラウンドを兼ねた合宿ということでね、はい、もうたっぷり練習できますから、はい、早速コース行きましょう。行きましょう。はい、今回は決勝の地に乗り込んで、スーダンさんに勝つためのイメージをしっかり描いていただこうという合宿なのです。今日はちょっと、いつもやってるちょっと動きの確認も含めてね、ハーフラウンドできればいいと思います。はい、すぐに向かったのは大会が行われるすぐお隣のトム・ワトソンゴルフコース。まず気候や雰囲気によく似ているこのコースで腕試しです。淡々とやるべきことを描き、自問自答しながらスーダンさん一打一打のプレーに集中します。吉田コーチもその集中を切らさないように適切なタイミングでアドバイスを送ります。わー、上手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 。それの、まあ、距離感みたいなのはちょっと振り幅を抑えるとか。上手上手。すごい、初めて実感した今日。ドローボール打てた、しっかり。ラウンド後は隣接するフェニックスゴルフアカデミーでさらに練習を重ねました。シャフトを自分がちゃんと動かせれるかどうかがすごいポイントです。シャフトね、これこっちにこうやって使えれる。はい、乗るときはこうだから、結局グリップがこっちに入るんだよ。だからそれをこっち側に使えるようになると、インサイドからこうやってボールに対して当てるっていうポイントも分かるから、これこそが結構大事なんだよ。そう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 、うん、こう使わない、そう使わない。このアカデミーでは両芝から直接打てるドライビングレンジとバリエーション豊富なショートゲームのエリアがあり、プロも練習に訪れるほどの充実ぶり。そんな恵まれた環境でみっちり日が暮れても打ち込みました。いいね。本当はトム・ワトソンゴルフコースおすすめの星空ゴルフでラウンドを重ねたかったのですが、冬シーズンで行えませんでした。3月からはこの星空ゴルフもやっているそうなので、朝から晩までどっぷりゴルフに浸かりたい方には超おすすめです。おはようございます。おはようございます。皆さん、今日が、フェニックスでの、練習ラウンドとなります。本番会場、はい、はい、課題っていうところはもう明確になっているので、はい、今日はしっかりとその辺の確認もしながら、はい、スコアもちょっと取ってみましょうね。そうですね、今日はね、はい、はい、さて翌日は決勝大会が開催されるフェニックスカントリークラブでのラウンドです。コースも予定されている日南コースと高千穂コースを回ります。そしてしっかりとラウンド内容を記録するためにアーコスを活用します。アーコスは14本のクラブのグリップエンドに取り付けたセンサーからスマホアプリでショットデータを感知。ラウンド中の詳細なショットデータを可視化できる超便利なアイテムなのです。まず今までの練習の成果を引っ提げていつも通りのプレーができるか覗いてみましょう。
が、まあ、なんか何がいいのか自分でもわかんないけど、すごいクリーンに入ってくる。自分で言う、自分を褒める。よし。上手。ナイスパー。ありがとうございます。あれ、うまい。ナイス、これはよく決めました。とっても快調にプレーを進める鈴蘭さん、看板コースを前に臆することなくプレーできているようです。おお、転がしに行きましたね。今だって前とかだったらこうやってるかなと思ったけど、今ドーンってちゃんとこうやってシャフトを左に倒せた雰囲気あった。それそう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 、それボギーだったらいくつ。いやー、3球で行きたかったっすね。前半はなんと40、例年の優勝スコアから見ても十分に戦えるスコアです。これは期待できます。さあ、後半は距離の長い高地方コースです。プレッシャーが少ない今回のラウンドで70台を出しておきたいところです。おー、完璧。ドロー打てた。ゴー。崩してしまいます。セーブできんかった。すごいんだよ、やりたいことが。何、ゴルフは18ホールの勝負。好調を維持して戦うのがどれほど難しいか改めて知る結果となりました。写真に切れたか。この日も遅くまで打ち込んだ鈴蘭さんを吉田コーチはこんな風に見ていました。まあ、今回の合宿は本当にね、もう鈴蘭さんめちゃくちゃ練習しましたね。足腰ちょっと来てますもんね、すでに。鈴蘭さんがミスショットを打った時にね、はい、いや違う、これは今やろうとしてることじゃないって思わずこう言葉にしたシーンがあったと思うんですけど、自分がここのホールではこういうボールを打ちたいって思ってるからこそ出るああいう言葉だと思うから、ああいうのはすごく良かったなって見てて思ったんですけどね。まあ悪かった点といえば、まあ、唯一平らなところから打てるドライバーが、まあ、思うように打てなかったこと、やっぱドライバーの飛距離をやっぱ稼がないと距離が長いのでツーオンすることも難しくなってくるっていう点では、やっぱりドライバーの正確さはまだまだ必要だなって思うことと、やっぱ独特なグリーンじゃないですか。できてても結局こう惑わされたりとか自分の癖が出てきちゃったりとかもあったので、ドライバーとパットはもっと自分の中でいかにまっすぐ正確に打てるかっていうのがポイントになってくるかなっていうのはちょっと感じました。決勝ではもう優勝しか考えれないっていう。そうですね、もうそういう状況で挑みましょう。はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。これかな、やっぱりゴルフのやつ。日本一の大きな決意でスタートしたザ・チャレンジ。大一番を前に鈴蘭さんはシラトングランデオーシャンリゾート風間チャルス内のレザールームで将来の自分に手紙を書きました。今の自分ではダメだと、次のステップに進むためにゴルフのアマチュア大会で優勝を目指してきた約2年間、必ず優勝する。ゴルフで夢を叶えて夢を語れる人に私はなる。山内すずらん。お願いします。次回ついに日本一の戦いに決着がつきます。お楽しみに。